1927年頃の毛沢東収集放棄、または収集起義、収集暴動は1927年9月、中国共産党の毛沢東などが、湖南省や厚生省の辺境地域で指導した武装放棄である。放棄した武装集団の出自は、口日のように農民を主体に労働者や国民党側の軍からの反乱兵も含まれていた。日本語版では、 共産党、国民党のどちらの立場にも立たず、政治的な名称を控え中立的な収集法規を用いる。上海クーデター、馬被事件を受けて1927年8月1日に中国共産党は南昇法規を実行した。8月7日に共産党中央は観光で87会議を開催した。これまで中央委員会総書記を務めていた。 陳独衆を追放し、新たに、九州博を、中央委員会総書記代理とし最高指導者とした。その他中国国民党に対し、本格的に武装対抗路線を取ることなどを決議した。この方針の決定の後、実行された一連の武装放棄のうちの一つが、収集放棄である。収集とは、地理上の名前ではなく、秋の収穫期に、 放棄の実行を計画したたために命名された中国共産党中央は、農会の組織率が高いとされる湖南省、湖北省に大きな期待を寄せ、この2省で武装放棄を行うことを87会議で決定したとされる。毛沢東は87会議の後に、湖南の武装放棄全体を指導するために、中国共産党中央から湖南省に派遣された。 8月18日調査郊外で開かれた中国共産党古南省委員会は武装放棄を現地で直接指導する全的委員会書記として毛沢東を任命した。東中央が建てた放棄全体の計画は湖南省一部、厚生省、厚生省を三つのエリアに分け、劉州、よろし省、商品などを南部方面、安源、浮草郷、平江。 竜陽、甘酒漁などを東部方面、上徳、南県のなどを北部方面とした。各方面の中心的な県を次々に抑え、最終的に、省と調査に新軍しこ南省政府の転覆させることが計画であった。収集放棄は東部方面にあたる。実行部隊の編成を決めたのは、毛沢東であり、4個連隊からなる1個師団を編成した。 第一連隊は、おさむに駐在する旧、武漢国民政府の経営団からなった。第二連隊は、安源の鉄道や、鉱山の労働者並びに平江及び劉備の農民義勇軍の一部からなった。第三連隊は、残りの平江及び劉備の農民義勇軍並びに、通常及び高し日の農民自衛軍からなった。第四連隊は、武漢政府に対して、 反乱を起こした夏と虎軍の一部からなった。毛沢東の立てた実行計画は、まず4個連隊を3つに分けることとした。右翼として第1連隊と第4連隊を当て、東北の高生省を治む水から調査を目指し、進軍させることとした。左翼として、第2連隊を当て、安元から進軍させ平へ、甘酒領を占領し、竜洋付近で待機させることとした。 中央部隊として、第三連隊を当て調査の東北にある東門を攻略し、劉備の手前で待機させた第二連隊と共に劉備を占領させることとした。最終的に、全4個連隊は、調査付近に集結を行い、調査を総攻撃する計画であった。9月9日に、攻撃のための進軍を開始した。おさむすを出発した右翼の第一、第四連隊は、9月10日、 平江の手前で第四連隊が国民党側に、寝返った。この時点で計画が国民党側に露見することとなる。寝返った第四連隊から第一連隊は襲撃され、第一連隊、第二大隊は全滅する。中央部隊の第三連隊は、東門の占領は成功したが、13日に国民党側の新編第八軍の攻撃を受け、鎮圧された。 左翼の第二連隊は、浮草号の占領に失敗し、12日に甘酒領、15日に連隊単独で劉備の占領に成功した。しかし17日に国民党側から大攻撃を受けほぼ全滅した。この時点で残された兵は、第一連隊の3分の2、第二連隊、第三連隊の敗残兵だけであり、毛沢東は、 自らの物体の調査攻撃を諦め、全員撤退した。撤退中も、副撃を受け、最終的に29日に、厚生省営新券31にたどり着いた時は鮮明名弱だけしか残っていなかった。収集放棄は、実に赤杯に終わった。31で残兵を再編成し、全体を1個連隊に縮小させた。これでも連隊は定数を満たすことができず、7個中隊。 分でしかなかった。11月に、党中央臨時政治局拡大会議が開かれ、収集放棄だけでなく一連の武装放棄について、総括が行われた。会議で、毛沢東は、収集放棄失敗の責任を負わされ、消党委員と中央臨時政治局候補委員の資格が剥奪された。失脚した毛沢東は、兵と共に、成功山に落ち延びた。 合計約5000名当時の中国共産党の陶器、鎌の持ち手がソ連国旗より短い毛沢東の当時の死が残っている。シ,シド戸博シ、中国公軍史、川で処防新社、1979年。ありがとうございます。